方を崩れるに行きますね。まず山を描きますね。少し頭を残す感じの、要するにこの縦の半分より上のところから山を、この線を描き出しますね。間隔角度を揃えて、これも内側に入ってきます。少し山より外に出る感じで月2つを同じ大きさぐらいですね。抜いて2本の線を描いた時に、縦の線の半分かちょっとこれは下に来てますね。こっちだとこっちの方が若干長くするから、ちょうど半分ぐらいのところかな。立ち気味で少し長く持ってきて抜きますね。間隔角度を揃えて閉じます。